あ、どうもクレゴです。本日はまたよそのお宅でちょっとこれは何だっけ、淀子の物置を、はい、今から作成、していきます。とりあえず組み上げていく的な感じですね。まず大切な基礎ですね、まあ、コンクリは打たないで、まあ、ブロックに乗っけるような、形ですかね、でやっていく感じです。まあ、ただ一応それが大切なんでですね、水平器でちゃんと水平出して微調節を、はい、まあ、とりあえずやっていっております。まあ、ちょっとこんだけ今ブロック引いてるんですけど、というわけで、はい、やっていきます。はい、ちなみにこんな感じで、はい、取扱説明書でございます。取扱いというか組み立て説明書、エルモ、あ、ヨド物置か、ヨドコじゃないや、ヨド物置、あれこれヨドコっていうメーカーじゃないと、ヨドコーですよね、うん、ヨド物置って言った。型番がこれでございます、2218型。じゃあこれいろいろあるとか、この方なんですか、222ですか、2218、あ、2218の、はい、です。結構大きいですよ、こう2m20、縦が何や、1800ですか、これぐらいです。はい、なかなかでかいですね。これはなかなか大掛かりで頑張っていきますよ。これはもう、ああ、そういうこと、うん、うん、これ、難しくない、こっちの上とかにあるかな、あ、下の、こっちが低いわけか、水系か、90度のデトラン、あ、仮止め、うん、仮止め、ああ、これ全然浮いてるもん、うん、そっちが低いとかやっぱ、うん、後ろも引っかかってるんで、そうそうやね、あ、このくらい、この現場って、あららら、よくよくこうやね、やっぱもう一回あげるのか、あ、今揃った、っちょい、でもちょい下がりかな、ここでも、こっちが、あ、ここ高い、ここは高いって、うん、だってこっちばちょい上げるって言ってもめんどくさかね、うん、あ、でも4点水平ばどっちみち出さんばやろうけん、どれかば基本にしてあげると、自然に戦闘全部あげていって、あなたあなたあれ実家ブロック買った意味ないやんってなる。2827、2837、いくらだった、あ、285件まだだ、284、あ、285、あ、ちょえらい弱くあれでしとんね、うん、閉めてよ、とりあえず、はい、こう十字架を今あの均等に数字揃えました。このぐらいで作っていくしかなかったですよね。ああ、もう組み立てるや、後から水平する、うん、後で引けばいいけんさ、ああ、まあね、真ん中が引けん、え、レベルが合わせたら多分今日建物の畳んちゃうね、そうね、うん、ちょっと、あ、このとりあえず下場さ、下場も基礎っていうか、あれば入れてみる、柱場、あ、柱場入れてみる、うん、それでドラムに横向き、横向きにして、うん、だって穴がないし、あれね、長さも全然合ってない、これ違うんだ、そしたら形が違うってない、うん、あれ、嘘入れたあー、これ多分周りの固定やね、これは、そう、横の、うん、ここの、ここら辺のやつ、あ、これここが433、これが、あ、0716とか0721、おお、0721、おな0533、はい、こうやって箱の横に数字いろいろ振ってあるんですよね、これ一個一個全部把握じゃないけど、ちゃんとしとかないと何がどれに入ってるかっていうのが全然わかんないです。ちなみに全部こうやって段ボールに入ってるんですよ、この中に入ってるって、あ、補強がね、あ、今度補強、ちゃんと補強って書いてあるって、柱とか補強とかね、うん、これは下多分、あ、間違いない、さっきの写真的にも、うん、これが柱、ちょっと強い、あ、これぐらい頑丈じゃなくなると、うん、さっきのやつひょねひょねやつ入ってるもんね、あ、そう、補強、あ、ほんとだ、これでこれもこのか、あ、こっちちょっと高い、こっち側が置いてしまったら、これ当たるもん、あ、そのまま置いとけば、あ、全然、パパ、
なんか引くもん橋線とこれこっちはまず上げんことには、うん、外側も上げんない、うん、ずれすぎてる、うん、これ基礎でまっすぐ水平場出すとって難しかね、うん、ガタバ取るなら今しかないじゃん。そうやね、うん、待ってこいつ場なんか押さえたくないってなったら待ってあれかこう上げてからってこの線場ってあるじゃんね、うん、あーか真ん中ぐらいだけこいつ場押さえれることを入れとくか1枚ずつぐらい4枚ぐらいあるやろ形だけでもね。そう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 、あ、そうですそうです、うん、どっちみちこれ固定できるからあれね測ったはずだね、ずれた場合ね一点目事件あずらした時さっきなんかずれた時にしようよ、うん、このずれたものどうしようはまり方、あ、そういうことかこれで周りの補強場とりあえずで止めてみらんば、うん、これで補強を補強みらんばあのでもこういうへえすげえずれまくっとるうそネジ締めとっても簡単に動くちゃうね動くもん全然ああ行き過ぎたああさこれ名前やろ見た時に意外とこの90度、うん、ああそうね、うん、あそうだよここの90度もそれなりに見れとけば、うん、これで今補強をちょっと置いてみるそしたら真ん中の柱もボルト、はいはい、いっぱいある仮止め券、うん、あ、いっぱい浮いとるばいもう、浮いとるとこ全部埋めていかんば空中線もこれ全部あ、その穴埋め線ば隙間埋め2センチぐらい上げんば2センチ足りるのが1センチあるとこれ多分縦にした方がよかやろなあ、でも縦やったら上がりすぎかうん水平の出さねんちゃうねうん、今こっちは今とりあえずガタだけなくさんばそうねいやいや、全然足らないな、うん、水平にされんとよ、量が足りんけんガタなくすだけねうんそういうことか、うん、ちょっとスキップしよう時間のかかりすぎそうですとりあえず、はい、水平が出るまでスキップしますこれはちょっと地道な作業ですなさあちょっととりあえずあの水平自体は出てないですけどあの、ブロックを置いてガタが出ないように、まあ、まだしてる途中ですけどとりあえずあの柱先に立てていこうという感じで立てていきますおちゃんとはいこうやって書いてあるんですね柱後ろ下こういうことかネジが足りないとねああ本当ね柱ばっかりやったってあちょっと待ってこれほら綺麗に組み合わせてないけんここの部分がそのあこれ上下逆なわけないもんね下って書いてあるけんうん右左あるわけでもないやろうしここの組み合わせもこれは大変ですよ痛く揃っとかんと曲がってるああ来た来た来たああ入るね、うん、入ったそれでほんとああでもはまってしまったらもう動かんああこれ締めてそこば締めるのうんああ床をしたら最後の方が良かったほんとねだって固定してしまったらねあだけあるかここ仮あ外してしまったわけねとりあえず外されるもんねまあうんうんどがんでもなるからね自分って乗っちゃったっけあこのままさこっちが多分ギリ入りそう入りそうけどなんかあ、入った入ったこっち側入ったいきなりなんか建物感が出てきましたよってなったらもう上ってなるねそしたらいきなりガチになるかやろアンカーブ打ちたらねあーそうね上くっつけたら飛んでいくあーそっかそっかアンカーのさあちょっととりあえずアンカーの穴開けますよサイズずれるかもしれんけどああねテープで、はい、こいつをぶち込むために下のコンクリートの割れ折るちゃうすやんあれ坂上さんこうこうじゃん、うん、そのままこうとはいハンマーになっとらんねあ、なっとるああ、聞いたらハンマーにあるってなこ
さあ、何でもあるね。穴掃除してます、穴掃除。ちょっとちっちゃかったかもしれないね。ああ、専用レベルじゃないね。うん、そうね、それあの打ち込むこともできるしね、上が上けん。ああ、そういうことね、もうそれができるなら、それが早い。もうバッチリやん。こんなもんか。おお、バッチリ。ああ、いい感じ。うん、おお。あとハンマーで叩いていたよ。そうそう。え、続けて。え、どこ行ったっけって。この、こいつに。あー、ちっちゃい。あら、後ろ乗ってくれないんだ。うん、全腰持ってこない。ああ。あ、ボンゴシ来ました。はい、おお。これかな？ああ、多分入ってる。もう聞いた。ああ、そう、もう聞いとるのね。あら、ほんと一緒に。おお、バッチリやん。穴場開けて、一緒に仮止めしとかんと、もう多分ずれていくっちゃね。ああ、なるほどね。基準にしていかんとってことやろ？はい。ああ、ほんとだ。そこでもう固定したがいいね。うん。高さはもうそうだよね。見ればいいっすかよ、これが。ちょうど100じゃない？センターちょうど100。100。うん、ぴっしゃり。すいません、こう見ればいいとか。はい、結局穴位置、開けないといけないですね。こうやって専用で穴開いてはいますけど。ブロック1個分やったらちょうどよかったよね、これ。ブロック1個分やったら、ほら、ちょうどいい設計に穴開けてあるね。ああ、そうやろね。か、逆にほら、横かね。ああ。ブロック用に穴開いてる。ちょっと、はい、変なところに穴開けるんで、まっすぐじゃないですけど。やっぱ、あ、なんか、ガチャンって買わないと。やっぱ、あれば持ってこんないとかな。卓上ボールバーン。まあね。オッケー。ピシャリ。うん。だってあれね、やっぱ斜めのところにしとるって言うんか、斜めになろうとしとる。うん。あんまり締められない。ああ。バッチリやん。バッチリ効いた。うわ。もう飛んでいかんばい。こっち。ここだけ。ここがなるだけ。よっしゃ。これはだけとりあえず4点下がいたよね、うん、先に、うん、よし4点やります。はい、とりあえずアンカー4点しっかり止まりました。とりあえずですけどね。で、空いてる隙間にプレートを挟まないといけないんですけど、厚み上げは、まあ、今プレートを頑張って切ってるので、あの坂東壮君がで、できるところをやっていきたいと思います。上の柱ですね、とりあえず上柱前、こういうことやね。あ、こういうこと、はまった、こういうこと、え、なるほどね、はい、こういうことね。ああ、来ました。ああ、バッチリ。上、枠、後ろ。こうかな。ああ、しまった。あ、ボルトの逃げのための後ろのポッチだ。うん。で、今度は横枠。あ、仮に置ける置ける、ちゃんと。うん。ボルトの内側からなんか四角の枠ができました。このままで弓矢はつけばとかって弓矢、ああ胸上げ持ちまってんでいいですか、持ちまって弓矢は立てて、これが同じものここにも入っとるところかな。あーかな、あ、ほんと同じもんだこれ、どっちのサイズ。あ、でも下、これは前側、側の前側。あ、長さの全然違う。上から言う？ああ、そういうこと。上から言う。ああ、なるほどね。そっちで大丈夫？後ろにいた。後ろに回す？ああ、そうだ、多分後ろだ。横は側って書いてある。後
え、どっちみちこれ、だってマットのこっちにもこっち側から回すの。あ、失礼しました。もうちょっとさっきは自分変なことやってたんで、これじゃなくてちゃんと中身に、はい、入れてください。これが間、柱、側、前、ちゃんと読み方合ってるか分からんけど、下、これが後ろ、横の後ろ下、横の後ろ下剣、これが横の後ろ下か。ちゃんと勾配があるのでサイズが全然違うんですよね、全部。はい、こういうことでございます。下から入れて、こっちも中に入れると、なんかゴミが、よし、これで、あ、後ろ側も OK。 よし、次、次屋根だ。これが内側やろけん、前後ろは、あ、違う、こっちが前、前で、こっちがこう入れろって感じ。うん、本当ね、逃がしてよかった。乗せればいいことや。右側からって書いてあるよ。右側からなら、あ、こっち側、うん、それで、あ、ボルトがあるのあるの、これは、なんかもう一個いるの、こっちは、これで穴開きたの下って上側から、はい、見た感じ。あ、問いの作っちゃうね、ほんだって。そっちに勾配ついてるくらいけん。下止めやもんね。あ、てか下からでよかったよ。ちょっといらん意外とこれ形いらんで作れる系。うん、形いらん。はい、屋根こんな感じでございます。基本でも180近くなからんと脚立はなるほどね、身長が180あれば、はい、脚立はいりません。はい、お兄さん身長いくらやったっけ。183でこんな感じでございます。もうちょい乗せようか、うん、これは上からがいい、上からがいいことはない。あ、横から行こうか。ああ、よいしょ。あー、来た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 。これだけが、これだけじゃなかったですね、HT と他にあったっけ、うん、これだけ変えれば雪強なるとかなと思ったんですけど。あー、なんか他もあったもんね。あに強いモデルとかあるっていうところちゃんと、あー、うん、ていうか全体的に回しとってよね、うん、風を変えるためだよね。天井のナット止め、違う、ボルト止め。全然違う形になるようでしょうね。あ、こっちは、はい、あ、ぴったり。キャタツ登らん場所超大変や。めちゃめちゃ大変や。ギリギリ届きよるってことは普通届かんもんね。そうね、鉄板にあれね、タップタップだけじゃあんまりギリギリ止められんね。そう、手締めで全部最後。ああ、本当ね、インパクトとか絶対バカになる。よし、はい、中の柱も立ち上がって。次、はい、何？真柱？真柱前やろ。真柱前、はい。それがどこに作る？あ、一本ずつ作ってこと？え、一本しかないやん。これは上下。一本しか付けんった。え？一本しか付けん。あ、そう。うん。どっちかってこと？右側やな。あー、ということは金具もそれ、偽物、上と下で付けんのやったみたい。下に2箇所止めとるもん。そうだな、こうやね、うん、こいつやね。あ、ほんとだ、どこ向きか分からんけど、角の中に角が入るように。こう、あー、そうそうそう。次、内側からやね、うん、よし、こういうことか。もう一度見る、
後ろにハマっとる。あ、そうだ。ああ、そっか、柱が折れたよね。なんか寸法、だってこっちは横だけど、なんか上下の血が上がってる。よく後ろの方かと思う。こっちが下がってるから、いろいろ持てばいいか。ああ、そうだ。じゃあ、こっちは下がっとるって。うん。ああ、来た来た。ぴったりなの。うん。3メートルで光線がね。うん。おお、ぴったり。いきなり小屋になってきた。おお、なるほどね。ちょっとここをこっち側入れるとき、こいつの当たって入らんねーって思ったんですけど、こういうところの枠から微妙に扉をかわせるというで、はまりますという、ちょっと分かりづらいですけど、はい、真ん中のいかここのどうしたら入らん、あんま叩いたら鉄板の出てきちゃうよね、やろ。ああ、さっきよりたまにしてる。たくさん、今あるとかやな。うん。ああ、でも全然いいやん。最終的に。全然いい。うん。うん、最後、めっちゃ浮いとったもんね。なんかもう、形できてる。こうやって見たら。ああ、ドア喧嘩補強するった。あー、そういうこと？またなんか角度的にこう、あら、こうか、やっぱこうやろね、うん、こう突き上げて、でこういうことやろね、こっちの上のやつ、あー、トリセツでは、あ、右側開口部の場合、あー、1個だけっぽいっすね、補強用金具。待って、ほら、だいたいほら、つけるやつってさ、ここに赤色になってるたい、うん、だけん、え、でもなんでこの参加するって書いてあったボルトで、なんとかぐまあ、追加するステイはこれだけやったけん、うん、とりあえずいいから、うん、あ、もう次は鼻隠し前、うわぁ、いきなり形になる、おぉ前、うん、前よどこって書いてあるもん、あ、いいよ、もうはめ込むだけっちゃうね、これ、うん、よし、あ、これ最後はやっぱあればよ、端っこの、端っこじゃない、キャッチコマンいるから、うん、上にボルトのボルトあるよ、おお、なるほどね、ちょっとこう、横手からぴったりつけたがいい、うん、いい感じ、うわ、形できた、マジでおお、いいですね、ここ、ん？クレイゴーに迫ったじゃん、あ、クレイゴー、クレイゴーハローかなクレイゴーぐらいにしとけばよかったなんか違うくねみたいなあ、これ中からも収納とかある、はい、ちょっと後ろか、分かりづらいですけど、ピョコンがとりあえず、ね、上にピョコンが上に来るように止まっております、あ、だけネジは下から、あ、下からしかないとね、下からしかない、これ止まらんと、ここは止まらんば、あ、そう、あ、真上にあるね、ほんと一応ネジのある、全部つくわけではない、いや、ピョコンは3箇所しかない、そういうことか、うん、おー、オッケー、よ、閉めてるっけ、あっち、あ、閉めてない、もう今、左開き橋作りよるんですよ、左開きっつったら向こう側からこっちに閉める、お、はい、はい、そう、でもこっちがこの1枚が固定になるんだろうね、ここがね、うん、で、そっちガラガラガラ、うん、なんか場所的にこっちの方が良かったかもね、うん、雰囲気的にね、あ、まあ、今ならここの柱と側板取り替えれば、うん、あ、だけどそのボルトも外してしまうのかね、うん、この3つのね、どうでもいいような、これが左開きか、まだ右開き、あ、右開き、左開きに逆になる、うん、に変えます、
の方が良さげなような気がします。まあお任せしますけど、うん、場所によって、右左ちょっとあの考えてからこうしないとって感じですね。あれ本当だ。もう理解できてないの。じゃあもう一度次扉になんか付属品。すごい。あ、どこも挟まる？あ、こっちも挟まる？ここ。あ、そういうこと。こっちも挟まってるね。うん、はい、ここのなんか右左開けるあれで変えないといけないらしいですね。あ、ネジ落ちた。ここいつかねこのボルトの。うん、ボルト3つで止まってる。あ、こじれんけど、これなんかしかもプラスチックやん。え、なんか違う。あ、ただただのゴム、パッキンや。あ、パッキン。あ、全然なんか必要な見えんばとこのストレートなん。あ、ハサミとかか、この白か、ここの下にはいっとったよ、このフレームの下。あ、はい、こいつの入れ替えでございますね。こいつの入れ替え。これは？それそのままつけるだけ。ああ。え？あ、これも外せってなんか書いてあったね。この引っ掛け。あ、そういうこと。それも買いまってこと。うん、そっち持っていかまって。あ、プラスドライバー。初めてやっと俺の道具箱に入ってるプラスドライバーの形。上側か。上側ってことやろね。つけていったりそのままとりあえずね。あ、そいつはもうそのまま外すことできたけん。で、こいつをそのまま取り付けると。あ、じゃあ真ん中が違う。なんか違うね。あ、扉も火炎場ってやつもしかして。あれってことはこっち。あ、そうだよ、ほら。なんかその書き方の斜めになっとらん。あ、ほんとだ。ねえ。ああ。こっちの扉とあっちの扉と火炎場ってやん。しかも、どっちも。左んとは右にあって。そういうことか。うん。だけど向こうの扉の上にこいつはつけまった。ああ、めんどくさ。はい、そういうことです。あ、これ閉じ込めても内側から開けられると思ったし。嘘。違うとこだ。え、でもそういうとあるやろね。うん、押すとこだけ。へえ。どうかやってもそこら辺に開けばガチャンと閉めたら大事だよね。まあね。うん、さあ、はい、この説明書を。ちゃんとあれですよ、神経質な方のために、はい、あのどちらからもこう見れますと。おお、こちらもですね、はい、開く。まあ小さいこだわりかもしれないですけど、まあ気になる方は気になるので。ああ、それトリセツなんて書いてあるか。トリセツ見ながら下は仮面場と貼り付けてタイヤを入れる前になんかあるよ、うん、上の爪から差し込みます。下からこれはめんば。そういうことね。下から下に引っ掛けて。ああ、手順ここに書いてある。来た。あ、そう、あ、しまらん。ああ、もう一度こっち側で線が立てた。ああ、そういうこと。ここで外してこっち側ですね。ああ、なるほど。はい、先にこっち上から下から、あ、下から下はめて上はめる。下はめ、ああ、なんか難しいね。ここ、ここ引っかかるとね。ああ、なるほどね、うん、ここ、はい、だそうです。これを引っ掛けてからの、こう、噛むことなっとるったよね、うん、いっぱいね、うん、そして上のローラーを乗せる。ちょっと見えづらいですけど、こっちの相棒のレバーまた変わっとるしね、この位置。あ、なんか若干それ緩みのあるね、今も、うん、あの、あっちぶつけたらここが変わる。ああ、そういうことか。またこいつが押さえるけんね、うん、だからその手順も書いてあるとね。はい、ちゃんと扉の取り付け手順もしっかり書いております。取り付け説明書に。ああ、で最後に横押しのローラーばつけんばとね。扉、そっちだ。そっちつく場所のなんかあるの。まあ一番最後で大丈夫か、扉つけた後。うん、上側だよね。あ、これもあれじゃないと、これ川さんばじゃないと。うん、多分川さんば。川さんばけど、あ、上に乗った。下側が入ってない。うん、あ、なんか難しかね。うん、あ、
それで下側は押したまんま、あ、今多分下カンドルとかな、下側は、あ、え、見えんたいな、あ、下来た、うん、オッケーオッケー、あー、はい、なんかレールのついてるけん、シャリじゃん、あ、これ、うん、あー、そういうこと、そこのね、うん、微妙にだけん、バカな長穴しちゃったけん、あー、だいぶ調節線ばけね、手前側てか、まあ、はめた後ぐらいに、だけん、これで当たらんぐらいならよかったよ、あ、こっち側か、だいぶほんと手前に引っ張った状態ね、うん、下だけ、ああ上は、あ、嘘、やった状態、ああ、そうだね、なんじゃそれ、なんか立てつけろね、このレベルの出とらんと、ああ、だから歪みに合わせてみたいな、うん、そういうことか、ああ、綺麗に3枚重なるようにちゃんとあれもあるね、あたりも、ああ、バッチリ、形、タイヤはどこに、ああ、内側かな、あ、じゃあこっちか、ここにしかないもんね、外れ事か、ドアの外れ事かも覚えてない、あ、で今度真ん中扉のさっきのところで合っとるね、押さえなバレなくてるもん、で今ったこれで、はい、閉めてください、指が挟まれて、おっと、あー、でもなんか、あ、そういうこと、そういうそれで、あ、すげえ、すげえ、あはー、あ、そういう件一番締めた状態で今つけたとか正解やったって、あ、たまたまね、あ、たまたまけどね、完全にたまたまけど、うん、あ、やっぱ作りしたぞ、こりゃ、なるほどね、アイデア商売ね、これアイデア商ね、ほんと、まあ一緒にほんと閉じてくれば面倒くさいしね、3枚ドアって、いいよ、これ内側からグリップ回さないで、あ、それだけ、うん、そっちのけ、あ、じゃあどっちあれ、これはめて、はめたふりして、ここはめたふりして、あ、ここでここに、あー、なるほどね、寄ってくるって感じ、はい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 、まあとりあえずほんともうクリッと回すだけ、うん、あ、でガッチリ完成、うん、取り止められてもこっちで押せる、あ、嘘、あ、ほんとだなるほどね、鍵閉めても押すだけで開くった、うん、おー、上等やん逆にここで締め切らんもの作ってやるとね、中からこう入って、ああ、そういうこと、引っ張り切らんもん、ロックしたいならさ、うん、うちに引かんばたよ、これは、ああ、なるほどね、こっちにね、うん、インロックできるのとっていうか、あ、しようと思えばできるけど、ああ、まあね、どっかで押さえて、あ、最近わざと締めにくくなっとるじゃないと、うん、ああ、ああ、硬いけどさ、だけどこう、ああ、すぐ閉まるもん、こっちだったら取っ手のあれば強いかね、そういうことか、取っ手も強い、うん、あ、ほんとか、取っ手のなかったけんか、うん、やっぱ押さえるっていうことで全然違う、でけた、でけた、あー、待って、まだあと地面ぐらいなもんか、あ、そうか、あ、上だ、穴のあるもんね、ここはタイヤの、ああ、そういうこと、うん、タイヤかわしの水をこっから入れんばってなっとるとね、うん、それを隠すためのカバー、これ一個下、下、うん、ほ、そうそう、ここに溝があるって、わからん、わからんだけで、うん、ああ、なるほど、それかちょっとあれ、斜めになってるか、あ、なるほどね、へぇ、取り方は、あ、取り方はあれやろ、そうそう、この左右のピンバーをギュッて押したら、うん、ほぇ、なんか細かいところまで手掛けてあるね、うん、さすが淀工、うん、違う、これクレゴって読みたいだよね違うか、まだはい、あとは乗っけてはめて、若干かませんまであったかな、うん、こいつとはね、ああ、こうはめてお口に当ててはめる、最後がどうなってるのね、最後もはめ込むだけなの、奥だけ、奥だけで片方なんか斜めになってた、もうそのままでいてないと何もカバーもなってなかったし、まあね、うん、そういうのあるってことか、風呂の蓋って感じ、ほんとへこまんないね、
なんかちょっと何キロまで体重いかれるのかな。ああ書いてあるとかな。さすがに乗ってこがれるんだよね。と思うけど。こうか。多分トルク10から12ぐらいで締めるとすぐバカにするね。うんうん。ね。うん。それだけは多分ちょっと気をつけとかなと。はい。ネジ山がすぐバカになっちゃいますよ。あとなんかこれは屋根隙間隠しセット LED じゃないですよ ELD のつくとかなって思うやんね。 ELD はい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 。ああ反対側の扉がない方の外側はあ細かいところこだわるね。屋根の動かないようにつくじゃないか。ああほんとね、四角のやつが真ん中二つ。ほんと書いてあるやんね。外し方とか書いてないよ。これなんだよこれ。多分取り切らんと思う、形に。はい、そこでございますよ、これ。ちょっと見せてますけど。このちょっと厚めのやつが、こことここ。で、先っぽがとんがってた細いやつが、ここ。これ書いてあるやんね、ほんと。四角い形状のやつが真ん中二つ。三角形状が一番端、右、うん、なんかこうピンセットで上歯引っ張り切れればね、うん、外し切れるんちゃうのかってね。おっしゃ、あ、違う、だけあと棚だ、棚はまあ好みでお好きな場所につけてくださいって感じで。あ、こっち左用って書いてある。あー、なるほど、2枚ずつある系。もうこうつくとやったら、こうやって難しかね。頭から入れて頭から入れて入らんけど内側に入れるから。ああそういうことね。あ、ほんとそうだよ、うん、内側やね。全然分かったもん。全然違うところに絡んつけちぐはぐまあそうね。ああなるほどね。ああ内側でこうしてこれガチャンってなるとこかな。なんかかかってないような気がする。あ、けどこんなもんか。あ、でもガチャってかまる場合、はまる場合、かまる場合って。お、棚いい感じですよ、棚105キロまで。え、待って、曲がる場合ですか。曲がるね、105キロは無理じゃない。もう一個真ん中にいるもん。あ、あ、そうじゃないの。でもこう入れるんじゃないの。あ、真ん中のもう一個ある。あ、ほんとだ。あ、真ん中もほら右または左って書いてあるけどさ、1個入れんかったよ、真ん中に。うん、よし、これで105キロいけるって、うん、前側からはめる。危ない、危ない、真ん中のへこむとこやった。あ、これで全然強いもん、うん、あ、これでいけるね、ほんと。ゆっくりぶら下がる。わぁ、おっきい2段ベッド、うん、完成。はい、ちゃんと保証書もなくならないようにどっかに貼り付けておきます。倉庫の中のどっかに。丸めれるならね、もうちょっと丸めてからさ、上の方に貼り付けておけば。あ、それか、この隙間に入れててもよかったよ。ああ貼り付けてもわざわざ。そうだよ、うん、入った。わあ、めっちゃいいアイディアや、うん。とりあえず、はい、隙間に入りますよ。はい、シャキーン完成でございます。ちょっとピンク色のなんかちっちゃい子もいますけど。いい感じに出来上がっておりますよ。いけるよ。はいはいはい。あのなんか鉄板って感じのここのモヤモヤ仕方の。うおいいね。でもそうね、バイク入れるってなるならやっぱこれぐらいの広さいるっちゃうね、うん、はい、室内もこんな感じでございます。けどこう一般型、あーなんか全然いい感じね。全然いい感じ。あー、まだちょっと下のあれは完成はしてないですけど、形は、はい、出来上がっております。出来上がっております。なんか稲葉よりなんか淀港の方がこういうデザイン系がいいらしいです。とりあえず、まあ、形と価格はほとんど同じみたいですけどね。いいなー、マジこのサイズ欲しいなー、うん。あとこだわりがこれとそっちやろ。ああそうですよ。はい、おせっさんの、はい、こだわりでこの扉の色とこっちの玄関の、あモデルさんの、モデルさんの話だ。
はい、この玄関の色でございますよ、玄関の色。はい、このカラーとこのカラー、このカラーでございますよ。重ねて並べてみたら同じ色に見えるのかな。ほとんど同じ色でございますこのこだわりはちょっとびっくりしたね。小さいこの穴爪、穴爪、そこといい、ここといい、一番奥はちょっとなんかミスってますけど、いや完成いたしました。はい、てな感じでちょっと今回は淀工の物置でございます。まあ下がですね、ちょっといろいろレベル出すか水平にするかは、まああのできたら水平ちゃんと出した方がいいんでしょうけどね。まあ、今回はとりあえずなんか乗っけた的な感じです。ガタがなく乗っけたって感じですね、ブロックのように。てな感じで欲しい物置を作りましたという感じでございました。少しでもいいかなと思ってございましたらと、グッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。